皆さんこんにちは。ゆりやりくワールド始まりました。ゆりやとくでゆりやりくです。ご覧の通り美女とビッグフットのコンビです。いたーい。はい、本日もありがとうございます。本日はですね、くーちゃんはね、前からお友達が少ないっていうことをねお伝えしていたかと思うんですけれども、お猿さんでもまだちゃんとね対面したことのないお猿さんもたくさんいるわけですよ。他にもね、友達になれそうな子を探したいなっていうのが一つと、あと写真でねお猿さんの顔っていうのがちゃんと認識できてるかどうかっていうのを検証含めてね、友達探し行ってみたいと思います。くーちゃん、お友達欲しいでしょ。そうでもないとか言わないの、そうやって何強がってんだよね。はい、友達たくさん探しましょう。今日は今から猿軍団のお猿さんたちの仲間をね、今からくーちゃんに写真でね見せていきたいと思うんです。で、その中でまだちゃんと会ったことのない子たちもいると思うから、その子たちとの、ね、こう相性をねちょっと見ていきたいと思うんですよ。顔でね区別がついてるかどうか。はい、じゃあまずはこの子からいきます。パール。はい、はい、ごめんなさいごめんなさい。はい、くーちゃん、はい、パールはちょっともうね全然ダメですね。はい、パールくん残念でございました。はい、じゃあ戻ってきてください。はい、じゃあ次の人行くからね。はい、じゃあ次行きましょう。続いてはダイヤくん。くーちゃんおいで。はい、次ダイヤ。ダイヤもダメそうです。完全に隠れて見えますか皆さん、この写真見ただけで。そんなに。はい、じゃあちょっとこの年代はね全然無理でしたね。ただいま2歳かな、2歳のお友達は多分無理です。はい、じゃあ次行きましょう。ゆうくん、2代目ゆうくんです。はい、実はねこれお友達ですもん。あ、もうダイヤが出てきたからまた逃げました。あなたがスワイプするとちょっと前に行っちゃうから、はい、今自爆ですよ。はい、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 ゆうくん出てきました。これもうお友達ですから、はい、やってきましたね。ゆうくんだと全然逃げません。でも逃げます。ダイヤだと逃げます。はい、分かってますね、ちゃんとね。写真でもちゃんと分かってるんですね、誰が誰かってのは。はい、くーちゃんほら、はい、戻ってきた。はい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 、ほらこのリアクション、分かりやす。はい、分かりました、ごめんなさい、意地悪しました。はい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 、これね、ゆうくんね、2代目ゆうくんとはお友達。またまた、だからやらなきゃいいじゃんか、自分で出してんじゃんか。はい、もう OK ですね。もうすいません、すでにお友達なんですね。はい、カモンさん。あ、カモンさんいける。あ、カモンいけるね、よかった。はい、はい、カモンちゃんいけますね、大丈夫そうです。じゃあ次いきますよ。はい、みずきです。これ新しい子ですね。私0歳ね、生まれたばかりね。はい、みずきちゃんはダメですね。わかりやすい。ほら、くーちゃん、くーちゃん、カモンくん。あ、カモン出てきた、カモン出て、カモンからの、はい、みずき。ダメです。はい。これね、そうですね、2歳から下はもう全然ダメですね。はい、みずきちゃんからの、はい、あおいちゃん。これだね、葵ちゃんはね、ライちゃんと同い年なんですけど、だから本来は仲良くなれるはずの年なんですが、葵ちゃんとはね、ちょっと昔からあんまうまくいってないんですよ。ね、やっぱエミとね、私よく一緒にいたりするんですけど、その時からね、対面してるんですけど、もう全然ダメです。葵ちゃんが強いの。完全にくーちゃんが負けちゃってましたから、もう葵ちゃんはねちょっともう花からもう無理かなと思ってたけど、やっぱ無理でしたね。はい、次いくよ。はい、次ライちゃん。はい、くーちゃん、ライちゃん出てきた。ほら、ライちゃん平気、ライちゃん平気です。はい、ライちゃんもちろんね全然平気ですね。はい、ほら、ライちゃん、ライちゃんからも葵、ほら葵ダメ。わかりやすい。ライ、ライだよ、くーちゃん、ライ、ライ触らなくていい。はい、じゃあ次行こうか。はい、続いて、はい、キャサリン。あ、これもダメです。どうしてもね、4歳の子たちね、4歳チーム、チーム4歳なんですけど、女の子ダメです、くーちゃん、全然。ごめん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 。はい、で、はい、じゃあ次行こう。はい、次、はい、カツオくん。あ、やっぱ男の子のある程度2、3歳とかなってくるといけんのね、いけた、カツオ OK。 あ、
よかったです。カツオ君も大丈夫そうです。はい、じゃ続いていきましょう。続いてはじゃん、ジョージ。ジョージ、ジョージは大丈夫ね。だってなんて言ったってタイタンライブに一緒にコントやりましたからね。ゆりやりくプラスワンっていうね、グループで3人、私とくーちゃんとジョージでコントやってますね。はい、もうジョージは大丈夫ですね。よかったです。はい、じゃ次行こう。はい、ジュニー君。はい、ジュニー君も大丈夫。はい、ジュニー君も大丈夫そうですね。ね、ジュニー君大丈夫そうです。はい、じゃ続きまして、はい、さくら姉さん。さくら姉さんも大丈夫そうですね。クソツでも会ったりしてるもんね。実際に会うと姉さんですから、ちょっとね、若干気使ってたりするんですよね。でもね、そんなに嫌そうじゃないですね。はい、じゃあさくら姉さんでした。はい、じゃあ次行くよ。はい、ハン君。ハン君ダメね。ハン君はね、若干ね、この前もね、ちょっと一回ね、バチバチっていうね、なんかちょっとあったんですよ、ハン君とはね。ハン君とはね、もうちょっと仲良くなれないかなね。次、あいたけちゃん。たけちゃんもダメ。あ、たけちゃんには今ちょっと行きました。あら、あら、何それ、何今の、今の何反応。いけると思った。たけちゃんお兄ちゃんだよね。ちょっと今やってしまったっていう、今一瞬ちょっと猿になりましたね。今ね、くーちゃん今私の背中に完全に隠れましたけれども、今やってしまったっていう。はい、ちょっと皆さんにちょっとお見せできるかしら、この後ろのこの感じです。はい、たけちゃんはちょっとね、今ねピリつきましたよ、今空気がね。たけちゃんもダメですか。はい、わかりました。じゃあ次いきます。くま、くまちゃん。ポトンは大丈夫じゃないね。そうでしょね、そうでしょ。たけちゃんダメだと思う。はい、くまちゃんはいつもね、はい、バックヤードで会ってるからね。くま優しいしね、大丈夫そうだね。うん、いいね、すごい反応するね。はい、じゃあ次いきます。まだありますね。はい、リキ。リキちゃんダメ、ちょっと迫力ありすぎるね。大きいもんね、あの子ね。やっぱちょっと大きくなりすぎてちょっと怖そうな感じに見えるのかな。優しいよ、いいの、仲良くなる、無理このチラリと見えますくーちゃんの顔が。はい、ダメですね。はい、次いくよ。次、次とっておきだからくーちゃん、いくよ。はい、りっくん。あれ、りっくん、りっくんダメ、ほらダメか。くーちゃんほら、くーちゃんほら、こっちこっちこっち、ダメですね。もう見もしません。あら、あれ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 ですけどもね、ダメですか。いやー面白かったですね、反応が。振り返りますと、まず仲良くなれそうなのがカモ、カツオ、はい、以上です今日17名のお猿さんの顔をくーちゃんに見せました。はい、その中で仲良くなれそうなのは、はい、2名です。少な小さすぎても大きすぎてもダメなんですね。うん、はい、というわけで本日の結果発表です。17人のお猿さんの中から2人、カツオとカモンはなんとかお友達になれそうな予感がします。そしてくーちゃんはですね、ちゃんと写真でこの子は どのお猿さんかっていうのをちゃんと認識してるっていうのがね、はっきりと分かりましたね。めちゃくちゃ面白かったです。はい、じゃあまたお会いいたしましょう。ゆりやりくわるたでした。はい、バイバーイ。はい、くーちゃんバイバーイ。バイバーイ。はい、一応手振ってます、画面に入ってませんが。